住宅ローンアナリスト、もげさわことモゲチェック塩沢です。本日のテーマはこちら、チクフル物件の罠。これについてお伝えしたいなと思います。で、本日ですね、なんとスペシャルゲストにお越しいただいております、コンドミニアムアセットマネジメント代表の淵野さんです。はい、コンドミニアムアセットマネジメント代表の淵野です。どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、よろしくお願いします。で、まあ、今回ですけれども、まあ、チクフル物件の罠っていうところで、ちょっと内容がすごいドキドキしてるんですけれども、はい、で最近やっぱりこうチクフル物件選ばれる方多いじゃないですか。不動産価格上がってるんですけれども、そのあたり具体的になんかどういったところが気をつけないといけないのかとか、あと古いってどういったことなのかとか、ちょっとこのあたりですね、ちょっとこう今日根掘り葉掘りお聞かせいただきたいなと思うんですけども。はい、承知、はい、しました。そうですね、ちょっとあの罠っていう風にですね言ってるんですけど、実際皆さん罠ハマってしまうんですよ。で、例えばですよ、部屋の中がとっても綺麗なリフォーム済みの築35年の物件、これっていいんだっけっていう話ですよね。全くもって問題はないのかっていうところをちょっと今日話していきたいと思います。なんか気になりますね。で、そもそもおっしゃって古いって何なのと定義っているんですよね。いやいや、築35年まだまだ新しいわんっていう方もいらっしゃいますけども、じゃあ問題となる古さって何なのか、そこがポイントなんだと思うんですよ。なるほど。古いというのは、私は今の仕様にキャッチアップできてない、ここが一番問題。キャッチアップ度合いです。というのも、キャッチアップって何かというと、まず2種類ありまして、1つはインフレにちゃんとキャッチアップして物件価格が上がってくれてるか、塩沢さんの得意なところです。はいはい、金融だったらそうですよね。まあ、確かに重要ですよね、これね、インフレ、はいはい、物件価格も上がっててくれなきゃいけませんから、で、新築物件にキャッチアップできてるかっていうのは2つ目になりまして、まずあの今お話したインフレーションに物価上昇に追随して物件が上がらなければ、貨幣価値が下がってるわけだったから意味がないんですよ。なるほど。なので、例えばもともと120円だったペットボトルが180円まで上がりましたと、そしたら物件価格も3000万の物件は4500万円に上がらなきゃいけないんですね。そうですよね。そうですよね。で、これ話し出すとですね、2人ですごい盛り上がっちゃうので、今日はどっちかっていうとハードの方にちょっとね、注目したい、物件の方にですね、行きたいと思うんで、しゅうさんそちらのプロなんで、はい、あのそちらの方を今日話そうと思います。で、はい、もう一つは新築物件に中古価格がちゃんと追随してるか。あの、皆さんご存知のように、仕様が良い中古物件リフォームすれば全然新築と変わんないじゃないかっていうことで、中古物件価格も上がってきてるわけですよ。で、これ塩さん、これぜひ覚えていただきたいのが、なんで今都心部の需給のバランスのいいところの物件価格が上がってるか、新築物件立ちます、物件価格とかもちろん賃料相場も一緒に上がります、そして新築に類似した中古物件の価格が上がっていく、賃料が上がっていく、このサイクルに乗ってくれるような物件だったらば、負けないわけですよ。なるほど。じゃあ、つまりこれあれですよ、新築物件がこうプライスリーダーみたいな形で、おっしゃる通りです。どんどん押し上げていくっていうことなんですね。はい、そうなんですよ。ああ、なるほど。だからそれについてってあげなきゃいけないよねっていう観点から、今日は4つポイントをお話したいと思います。はい、あ、4つですか。ちょっとこう気になりますね。はい、じゃあ、1つずつ、じゃあちょっと、これはもう本当にぜひ詳しく教えていただければと。ありがとうございます。はい、まず最初の一つ目です、柱、梁、天井高がどれくらいなのか、どれくらい出てるのか、あ、今これは確かに気になりますよね。なりますよね。幸いではないんですけども、新築物件も今建築費、土地購入価格が上がっちゃってるから、柱がちょっと設計上ですよ、建物大きくできないから内側に入ってるとか、はい、梁がちょっと内側に入ってるってあるんですよ。ありますね。なんか新築のマンションって意外とその平米数の割にはそこまで広さを感じない。そうなんです、あれ柱が入っちゃってるから。そうですよ。っていうのと、チクフル物件はチクフル物件で、その頃の設計建築技術がちょっと至ってないもんですから、やっぱり柱張り出てくるんですよ。なるほど、なるほど。だからそこはなんか似たものもあるんだけども、じゃあそれ客観的に比べてあげればいいんだよねというところで、まずはチクフルでやっぱ気をつけるのは、新築でもあるけれども柱張り、あと天井高が低いとか、そこは気をつけなきゃいけない。確かに、まあ、なんかやっぱりこう住む場所って面積で見がちですけども、やっぱり高さっていうか、要はその体積ですよね。そうです。だからこれがどれぐらいこう大きいかっていうところの視点が、やっぱりこの柱張りっていうことですよね。おっしゃる通り、さすが体積っていうベストですね。おっしゃる通り。あ、ちょっと今日はあの一つ貢献できたいや、素晴らしい、素晴らしい。チクフル物件についてはさらにと天井高のついでになるんですけども、二重床になってないケースがあるんですよ。これダメなんですか？いや、ダメじゃないんですよ。またお話します。ダメじゃないんですけども、例えば二重床になってないと配管を床の下に通せないから、配管のプランニングの自由度が低い場合があります。あー、なるほどね。こっちに水回り持ってきたい、はいはいはい、床上がってないからこう壁の裏を回すのとか、
裏側回すっていうのはなかなか難しいですからね。そうですよね、はい、あともう皆さん分かっている通りで、じゃあ二重床にしようと思ったら、うん、天井が低くなりますよね。これちなみに二重床にすると大体どれぐらいその床が上がっちゃうんですか、はい、10から15、上級で20ぐらいとか上がってきますので。じゃあ20だと結構結構上がってきます。上がる。だからこれ逆にこの時下がるということですね。下がるんです。だから築古でもともと2メーター40あるかないかの天井でその床上げちゃったら2メーター20ぐらいの、いやなんかこうつきそうですよねだからそこはちゃんと気をつけなきゃいけないんです、はい、あとですね、設備配管仕様については大体ですね、目安築25年ぐらいから、はい、メンテナンスフリーではない管を使っている、つまり鉄物を使っている場合があるんですよ。鉄だと錆びてしまうから。その通りです。これがやっぱり25年30年ぐらいでは交換更新しなきゃいけない、給水排水管を。あ、結構これ大掛かりの工事ですよね。そうなんですよ。やっぱり排水管だけでも80万ぐらいとか私もやった中でかかってくるん で、で床剥がしてやりますから、はいはい、これリフォーム費用大きくなっちゃって困りますよね。確かに水回りって結構もう何百万でいっちゃいますもんね。そうなんですよ。なので天井高の掛け算の話でちゃんと床下に、はい、ま、あの配管が通せるかどうか、もしくはメンテナンスフリーの管使ってるかどうかっていうのは一つポイントになってきます。確かにここは本当そうですね。おっしゃる通りです、はい、あ、すごい今腹落ちしました。ありがとうございます。そしてですね、あと築古物件と新しい物件との差のところでキャッチアップ言うと、賃料物件価格は顔で決まりますから、顔とは何か、うん、エントランスです。エントランス周り、共用廊下等の仕様で今の仕様に劣らないものはちゃんとキャッチアップして上がってきます。あ、そういうことなんですね、はい、なるほど。例えば、まあ、LED 化等々のランニングコストは削ってあるというのはもちろんですけども、うん、あとは石彫シート、石張りにして、まあ、石彫ですから別に石みたいなものだったらいいんですよ、はいはいはい、いや、そういった綺麗なものにしてあるとか、大理石な感じ。あのタイルがダメじゃないですよ、ダメじゃないんですけども、うん、古いタイルの物件とかあるじゃないですか。あ、ちょっとこう昭和な感じねあれだとちょっとなんで、私も張り替えたりしたことありますよ。あ、そうなんですか。やっぱりあります、あります。あ、なるほど。私マンション管理士としてマンション全体のマネジメントもするので、はいはい、でやっぱりですね、1年間上がったりします。え、あそこ変えるだけです。変えるだけです。これ大きいんですよ。面白いですね、はい、なのでそこの顔は大事ですよってのは一つですね。はい、あとあの共用廊下ってあるじゃないですか、はい、で最近のってこう内廊下とか外廊下とかあるじゃないですか、はい、これなんかどっちがいいのか分かるんですか。もう内廊下がいいには決まってるんですけども、内廊下ってエアコンのランニングコストもかかりますし、 あ、そうですよね、あとは外廊下でも全然まあ清潔感がある新しいもの、うん、綺麗なものは問題ないですから、そこはやっぱり内廊下がいいけれども絶対じゃないです。あ、なるほどね。そこはご安心ください。ということです、はい、私あの外廊下大好きですので。あ、よかったです、はい、そしてあと管理状況を見るんであればというところでですね、あの重要事項説明、はいはい、これ説明書ってあるんですよ、はいはい、重要事項調査報告書っていうのはそのバックヤードにあって、うんうん、重要事項事項調査報告書に修繕履歴、ルール、資産状況、いくら修繕税金貯まってるかなんていうのが出てくるわけですね、はい、はいはいはい。なのでやっぱりそこはしっかりと見て、お金がちゃんと貯まってるか。なるほど。あれ結構なんかすごいこう細かい数字とかありますけども、はい、でもむしろあれこそが大事だってことですね。そうなんです。だからちょっとプロの方に見ていただきつつだと思います。で、この重要事項調査報告書とワンセットで見なきゃいけないのが長期修繕計画書でございます。なるほど。あの長期修繕計画書については実際上ですね、どんな工事を何年にやるかっていうのが書いてあって、はいはいはい、そしてさらにはそこから作られる資金計画表グラフが重要です。どれくらいでお金が、まあ、足らなくなるのかとか、もしくは溜まっていくのかっていう、そこはちょっとやっぱりプロの方、はい、でしかもですね、マンション管理士だからちょっとこだわりがあるんですけど、ちゃんと読める方が多くない可能性もあるんで、はい、まあ、何かあったら弊社までおっちゃう。なるほど。そ、営業所と言いました。営業ありました。ちなみによくあの、管理修繕積立費とか延滞してる人って時々いらっしゃるんじゃないですか、はい、なんかこう例えば何パーセントを超えるとちょっと危険とか、なんかそういうのあったりするんですか。いいご質問です。よく 5%、3%、10% って数字出すんですけども、はい、私はちょっとだけ考え方違いまして、はいはい、私あの実はマンション管理士としてですね、あの今まで競売なんかで、はい、滞納された中古を売って回収してることもあるんですよ。結論、資産価値が高い物件って管理組合における59条競売っていうのをやると売れるんですけど、だから回収できるんですよ、滞納していたとしても。だからそこは何パーセントじゃなくて、実際にどういう滞納なのか、うん、1個の方がすごい焦げついちゃっていて、それを競売かけたら回収できるっていうならば全然ヘルシーです、うん、なんで単純パーセントじゃないんですけれども、まあ、よく言うのは 3%、5% とか言いますよね、はいはい、だそこを目安にしつつ実際上の滞納状況を見ていただければいいと思います。あ、ちなみにちょっと私は初めて知ったんですけども、はい、管理費ってというか滞納しちゃうと競売にかけられちゃうこともある。そうなんですよ。あの、あ、そうなんですね。普通の抵当権に基づく競売とか
ですとちょっとマニアックな話ですけども、うんうん、残る財産がなかったら何もできなかったりするんですが、はいはい、関係なしに強制的にそれを回収するために59条競売っていうので区分所有補助できるんですよ。へー、そうなんですね、はい、私もあと片手錠今でやってきましたけど、だって金額がつけば、ほら最近話題の金額がつかないリゾートマンションとかですと困りますけども、はいはい、レジデンスとしてちゃんと使われてるような、言ってしまったらまあ1000万2000万価格がつくようなものだったらば回収して、うん、いけますよ、ちゃんと競売で。そうなんですね。なので見てる方はですね、むしろ管理費は滞納しないでくださいってことですね。そうですね、ダメですよっていう。できますんでね。競売されないように判例上100万ぐらいから貯まっていくとできるっていうのもあります。怖いですね、はい、はい、ちょっと気をつけます。皆さん大丈夫だと思いますけど、はい、でそうですね、管理状況のところなんですけども、管理状況を見るですね、今の数字の話もしましたが、やっぱり実際見に行って何が分かるか、まずゴミ置き場見に行ったら、これ有名な話ですね。有名な話です。掲示板、この2つは分かるんです。でゴミ置き場については、ゴミ置き場をちゃんとした私がよく見た扉がついてるかとか、うん、ちゃんとですねリフォームしてあるかとか、綺麗なゴミ置き場の管理組合様は大抵ですね意識が高い、うん、そしてやっぱり民度がって言ってはいけないんですけども高い、うん、で分別状況もそういったところいいんですよ。だから分別が悪いっていうのはやっぱりなんかルール徹底がされてないとか、あとは居住者の方々の意識的なものに課題があるとかあるんで、ゴミ置き場の使用と分別状況をしっかり見てください。では一つです。で掲示板については、掲示板が綺麗かどうか、貼り方もそうですよ。あとは私はマンション管理士の観点から言うと、デジタルサイネージ使ってるか、もしくはちゃんとした、ね、綺麗な掲示板使って整理されてるかとかいうものと、もう一つ掲示内容です。あ、なるほど。そこの掲示内容でマンションの抱えてる闇が分かります。ちなみに今まで淵上さんが見た中で、はい、その闇っぽい掲示内容って具体にどういうのありました？はい、どことは言わないと思いますけどもやっぱりですね、例えばベランダから物を投げ捨てないでくださいこれあまり良くないですよね。いや、お子さんが多いマンションだからかもしれないですけど、やっぱり危ないし良くないし、ちょっと考えちゃいますよね。考えちゃいますね、確かに。あとはしょうがないんですけども、やっぱ民泊系ですよ。これだけデカデカと言われてるということは、民泊がちょっとあるんじゃないかな。そこ、ちょっと律しられてないのかなとか考えちゃいますよね。確かにそうなると、ちょっと観光客の人がわわさーっと来て、夜中とかちょっとうるさくなったりとかする可能性があるということですよね。そうです。だからそこはやっぱり見ますね。ちゃんとマネージされてるかどうかっていうところで、その程度ですね。あんまりにもこうエキセントリックなんですよ。激しい掲示があるとうって思っちゃいますよね今まとめさせていただくと、はい、まず柱張り天井だ、うんうんうん、そして設備配管の仕様の話をしました、はい、でエントランス等の共用部分の仕様はやっぱり大事です。顔が、なるほど。そして管理状況ですね、先ほど話したものです。で今の4つのポイントがあるんで、そこを見た上でじゃあ罠にかかんないようにするにはどうすればいいのかっていうのはちょっと考えてみましょうか。はい、例えばですよ、うんうんうん、こんな物件がありました。リフォームですごい綺麗です、うんうん、二重床になってるのかどうか、なってないかもしれない。設備配管更新費用が必要かもしれない、うんうんうん、修繕積立金が不足してるかもしれない、なんていうところはやっぱり罠になりがちですよね。あ、なるほど。気をつけなければいけないというところ、見た目に惑わされてはいけないですね。そうです、見た目で惑わされてしまうと、まあいいなと思って盛り上がっちゃうと怖いという話がありますので、なるほど。ちなみにですけども、はいはい、私の個人的な話なんですけど、ぜひぜひ、うちのマンション二重床じゃないんですよ。なるほど、あ、なるほど別に問題ない。これですね、語弊があるといけない、ちゃんとお話すると、はい、二重床になってなくて配管プランニングを変えようと思った時に床が上がっちゃうじゃないですか。あ、ということですね。でただ配管プランニングとして水回りを変えなくていいような場合だったら全然ですよ。あ、ということですよね。床も、いや、淵上さん、音が二重床になってない、いや、そこはクッション系のものを使ったりしてケアできるんですよ、うんうんうん、だから私、二重床になってないのは全てダメじゃなくて、うん、気をつけななきゃいけないよっていうところで、いろいろレイアウトを変えるときに、その通りです。そこ変える予定なかったりとか、まだケアできるのは全然いいじゃないですか、はい、あ、ということです。で話になり、ご安心ください。ちょっとほっとしましたよかったです。ちょっとね、こう今ずっと話聞いて、そこがねずっと気になってて、どうしようどうしようと思ってたんですけど、大丈夫でございます。よかったです、ありがとうございます。はい、ということですね、以上ですね、築古物件の罠ということで、まあ、この番組にですね見られている方って、住宅の選びですけれども、まあ、その手前のですね住宅の予算とか、あと物件選びをされている方もいらっしゃるかなと思います。ぜひですね、今日の内容というところはしっかりと頭の中に入れてですね、もちろんいいローンを選ぶのも大事ですけれども、いい物件を選ぶのもですね同じぐらい大事ですので、ちゃんとですね、そこは見極めていただけるといいかなと思います。よろしければまたですね、淵上さん、こちらの番組に登場いただければなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい。
本日の動画はいかがでしたか？よろしければ動画のいいねとチャンネル登録と、あと感想ですね、コメントにいただけると嬉しいです。ぜひモグチェックの住宅ローン診断サービス試してみてください。ご自身の情報を入力するとモグチェックが最適な住宅ローンを無料で診断します。各銀行の金利条件と融資承認確率を確認できます。チャット相談もできます。全部無料です。リンクと解説動画は動画概要欄にあります。モグチェック公式 LINE も貼り付けておきます。こちらの登録もお願いします。ぜひモグチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。モゲモゲー。